皆さん、こんにちは。アドラ心理学専門チャンネルヒューマンギルド。本日は、環境が変わった人たちや子どもたちを勇気づけようというタイトルでお送りします。3月から5月くらいというのは、大人も子どもも環境が大きく変わる方が結構多いですよね。最初のうちはね、気を張ったりしていて頑張れていることも多いんですけれども、少し時間が経つと心身ともに疲れが溜まってきてしまうというのも、よくあることです。では、自分がそうなった時も、そして自分の周りの人がそうなった時も、どう対処したらいいのか知っておけば、少し気が楽になるのではないでしょうか。本日はその方法を見ていきたいと思います。では、ここでクエスチョンです。子供が新しいクラスの友達との人間関係が辛くて学校に行きたくないとあなたに相談を持ちかけました。まず、どのようにアプローチしますかということです。イラストはね、小さい子供なんですけれども、これ中高生とか大学生、新社会人、転職された方なども通じますよね。子供を例にしているのは、一番反応などがわかりやすいからなんですけれども、その上で、私たちがどうすればいいかというのは、ここに集約されるかなと思います。教師や親、周りの人ということですね、が何々をすると子供は何を学ぶのかということを念頭に置きましょうということです。まず、ここで、これは NG というものを挙げておきましょう。すぐにやってはいけない3つの対応。助言、解釈、肩代わりです。助言ね、やりがちです。ああ、この子かわいそうって思うと、なんかアドバイスしたくなっちゃう。ね、いい方であればあるほど、相手を助けたくてやってしまいがちなんですね。それは、よろしくない。解釈もそうですね。子供の場合、大人が勝手にね、解釈をしたところで、子供の社会の理屈とは全く合わなかったり、とんちんかんな回答をしてしまうことが多いですし、対大人であったとしても、その現場を知らない人がね、どんなふうに解釈したとしても、ちょっとね、絵空事みたいになってしまいがちです。だから、これもあんまり良くない。そして、肩代わり。ね、相手から頼まれてもいないのに、相手の揉め事にね、周りが率先して首を突っ込んだりするっていうのが肩代わりです。いずれにしても、助言にしても解釈にしても肩代わりにしても、する側、ね、してあげるっていうような気持ちを持っている側の私的論理、いわゆるプライベートロジックに沿ったものになってしまうので、偏りがちなんですね。そして、やはりね、本来、当人、困っている当人が考えたり行動したりすることに対して、周りの大人たちとか周りの人たちが助言だの解釈だの肩代わりなんていうのをやってしまうと、悩んでる当人はどうなるのか。ね。困ってる当人はどうなるか。というと、自分で解決の道を考えるということも放棄してしまうし、責任を取ることも放棄してしまうんですね。やってもらえばいいや。それに従えばいいや。で、事態が悪化したら、助言をしたり解釈したり肩代わりした人のせいにすればいいやとなってしまうわけです。それでは、いつまで経っても、ね、本人が自立できないということになります。じゃあ、何をしなくてはいけないかというと、ね、周りの人は相手の話をちゃんと聞くということをしてほしいなと思います。どういうことかというと、一言で言えば、相手の話を遮らず、最後まで批判や非難をせずに集中して聞くことなんですね。まず、話を聞くということです。で、そのちゃんとね、話を聞くためにはどうすればいいか、3つのことを挙げてみました。ちょっと真ん中ここ空いてますけどね、補足が入ります。まず、1つ目。自分が話したいという誘惑に勝つということです。大概、子供や部下後輩などの、年下の方とか経験が少ない方から相談を受けた場合、相談を受ける側というのは、なんとなく答えが分かっていることが多かったりします。なぜなら、それはやっぱり自分が通ってきた道だからなんですね。でも、相談者と自分とは違う人格なんだということを忘れないことはとても大切です。同じ物事が起きたとしても、感じ方や受け止め方っていうのは、やっぱり十人十色なんですよね。なので、
相手が話し終わるまで、あ、それ私だったらこうするとか、自分の時はこうしたよっていうようなことを言いたくなったとしても、このね、お口にチャックっていうことです。で、そのためにはどうするかというと、ここの3つを心がけていただきたいなと思います。心ほぐしのための3分間ルール、いつも心に砂時計、そして手を止め膝を向け目線を合わせようということなんですけれども、まあこの上の2つはね、心がほぐれるためには、まあ3分ぐらい時間かかると。インスタントラーメンの麺だってお湯注いでから柔らかくなるまで3分ぐらいかかるわけです。相談事がある人の心っていうのは、まあガチガチに固まっているというようなことが多いです。最初からもう縦板に水のように、こうでこういうことで困ってる、悩んでるっていうのをブワーって話せる人っていうのはそんなに多くないんですね。なので、まあ3分間ぐらいはもう自分でお口にチャックをして、まあこのね、砂時計の砂が落ちきるぐらいまでは、まず遮らずに相手の話をじっくり聞くということを心がける。そしてその時にはやっぱりちゃんと聞く。手を止め膝を向け目線を合わせる。何かをしながらとかね、片手間にというのではなくて、手を止めて膝を向けてきちんと目線を合わせて話すということです。これね、忙しい時に話しかけられたりするとなかなかね、それができないということもあると思います。まあ自分が忙しい時に何か話しかけられたりしたら、一旦手を止めて、一旦膝を向けて、一旦目線を合わせて、ごめん、今何々をしているから聞けないんだけれども、この後何時ぐらいだったら話聞けるよ、ということを、それを言うだけの、手を止め、膝を向け、目線を合わせるでもいいと思います。その代わり、まあその自分のね、やってることが終わって、約束した時間が来たらしっかり、話を聞くということ。そして2番目の観察上手になろうということです。この観察上手っていうのは、髪の毛切ったとか、今日の服新しいねとかっていうようなことではなくて、様子とか態度を観察すること。例えば普段は明るく挨拶をするのに、目も合わせなくなった。声もちっちゃくなった。とか、普段はテキパキ物事をこなすのに、どこか上の空でぼーっとしているとか、そういう違いがわかるというのが、この観察上手になるということです。そして三つ目、相手を話し上手にさせる対応をしようということなんですが、これは、まあこういうことです。相手を話し上手にさせる聞き方。まあ姿勢は相手より少しいい姿勢。まあね、何でもかんでもこうビシッとこう背筋を伸ばしてというのではなくて、相手がまあリラックスしているソファーか何かに座ってね、リラックスしながら話すのであれば、もちろん自分もリラックスして聞いていいんだけれども、それでもあなたの話ちゃんと聞いてるよっていうふうに、ちょっと前のめりになるとかね、相手より少しいい姿勢を心がける。そして、態度、聞く態度とあります。まあさっきのね、お口にチャックとか途中で言葉を挟まないというのもそうですけれども、あなたの話を今私はちゃんと聞いていますというモードに入るということが大切です。で、距離角度、真正面よりやや斜めとあります。あんまりね、真正面で話聞くのって、ちょっと面接されてるみたいで威圧感があったりする、なんていうことを感じる方もいらっしゃるんですね。だから斜めであったり、あと皆さんも経験あると思うんですけれども、カウンターとかで、まあご飯食べながら、お酒飲みながら話すると、なんか話しやすいっていうのがあったりしないでしょうか。真正面で話をするよりも、まあちょっとね、斜めとか横とかね、角、を取って話すとかね、そんな風にしてみると相手も話しやすいんではないかなと思います。そして表情、基本はにこやかにですが、相手の話に合わせて、相手が辛い苦しいって言ってる時にあんまりニコニコしてるのも変な話です。ね、悲しい話をしてる時は悲しい表情、ね、相手の話に合わせた表情を作るということ。そして視線は顔の中央から喉くらい。まあこの辺を見るということですね。あんまり目をじろじろ見るというのは私たちちょっと喋るとき慣れていないんですね。なので、まあこの辺をぼんやり見ることによって、まあ相手は目をそらされている感じもしないですし、目を見つめられている感じもしないので緊張感も出ないのではないでしょうか。そして、うなずきや相づちなど反応を、きちんとするということですね。これも、まあ、適切な仕方をする。そして質問、相手の話に即した質問をするということ。まあ、先ほども申しましたけれども、スマホ片手にとか何かしながらというのは NG ということです。で、こういったことをちょっと心がけるだけで、
相手はちゃんと話す、自分の話聞いてもらえてるんだっていうことがわかるんですね。それだけで人は安心したり、嬉しかったり、勇気づけられたりします。で、この時に結論を聞き手側が出してあげる必要は全くないんですね。話しているうちに本人が解決策を自分で見つけられることが多いです。で、本人が出した答えというのが、その時、その瞬間、一番本人が納得する答えです。聞き手側がね、ちょっと違うなって思ったとしても、法に触れたり、まあ、本人やその他の第三者が物理的に傷つけられたりしない限り見守るということ。で、話を聞いて見守ってくれる味方がいるっていうことが一番の勇気づけになるのではないでしょうか。ということで本日は、環境が変わった人たち、子どもたちを勇気づけようというタイトルでお送りしました。話をちゃんと聞くというのは片手間ではできないことなのですが、今それがこの人のために必要だなって思ったら、ぜひ取り組んでみてください。本日もご視聴ありがとうございました。